その時、はぁ、これが性。そういうのって研ぎ澄まされていって、どん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 深淵に引き込まれていってさ、性癖って尖っていくもんだと思ったけど、やっぱ一歩目が深い人っているんだねっていう。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。お台箱ね。お台箱見るか。今回募集したお題っていうのが、人に言ったことがない小さい罪っていうお題で募集したんだけど、みなちゃんの小さい罪を、ここで食材の意味も込めて、もう汚すぎる。一個目から汚すぎる。まず好きな人の防災頭巾を持ち帰っても、まあ、そこそこやばいけどね。これ二個目のせいで霞んじゃうんだよな。誰もいない教室で好きな女の子の水筒にうんこつじ込んだことがあるよ。もう本当に汚い。マジで汚すぎる。よくそんな勇気が出たね。何歳の話かも書いてほしかったな、これ。小学生でギリアウトだからね。中高でやったらマジで強靭だぞ。しっかりと捕まっててほしいわ。次。23歳ニートの名ですが、お母さんから働けの圧がすごく、面接に何度も行かされるも、働くのが本当に嫌なので、住所と連絡先を全部違うのに書いてくれないようにしては。どんなに会社に気に入られても、その連絡はわけのわかんないところに行く。おもろすぎだろ。そんなことしなくても無能を演じればいいじゃねえかよ。ちゃんと面接をするな。そこまでして働きたくないんだね。次。好き嫌い .com でスタさん叩いてます。ふざけんな。ふざけんな。この配信者とかこの YouTuber 好きです嫌いです、イエスノーみたいなサイトでしょ。いちいちここで報告もすな。これマジでこれを好きなんだよな。父親の財布から定期的に1万抜いてる。パチンコに7万になったが、戻さず全部自分で使ってしまった。やっちゃいけないってことは分かってるけど、働きたくないし、飲みに行ったり遊んだり、タバコを吸う金が欲しいからついついやってしまうよ。本当にごめんなさい。何歳だって本当に。マジで気になる。あとね、親の財布から金抜くってバレてるからね。お前それ優しさだぞ。うちの母さんも気づいてたよ。マジでバレてるから。小学生の時、コインゲームにハマってた時は、母さんの財布からお金抜いてたけど、怒られたし、大人になっても、ああいうのはバレるから、あんたの子供がやったらどういう注意をするのか考えときなさいって言われた。これ俺マジで怖かったの。ちょっと、怖いの紹介していい？怖いの紹介していいですか？小学校のプレゼント交換でスタミからゲームボーイアドバンスのゲームもろた。これね、俺記憶あるんだよね。お前誰だ？罪だけはね、今回募集したな。はい、次。兄の反抗期がひどく、憎しみが積み重なっちゃって、当時買ったウサギに兄の PC のコードをかじらせて使いなくした。お前が切ったらな、お前が切ったらまた兄の反抗期のせいでお前に来るもんな、暴力だったりな、暴言とかがな。いや、ウサギがやったんです。生きなさい。ウサギだったら何にもできないもんな、お兄ちゃんも。まあしっかりいい塩梅な、これぐらいでした。がっつり犯罪みたいなあんまなかったんだけど、今回俺がチョイスした中で200通ぐらいかな、送ってくれたのが。うん、これマシュマロってやつの方が書きやすい。みんなこのサイトってみんな使ってない？マシュマロの方がメジャー。あ、そうなんだ。マシュマロで次のお題をなんか、今投稿しちゃうか。お題は何にしますか？なんか、なんだろうな。まあ最初は攻めたお題じゃなくてね、単純にこのお題箱に投稿しやすいようなのがいいんですよ。性の目覚めエピソード。性の目覚めいきますか？ガチでキモいかもしんない。ガチでキモい可能性あるぞ。これはまた次の回で、いろいろ。ちょっと、伏せ字が多すぎるよ、お前ら。待って、伏せ字が多すぎる。言ってる意味がわかんない。マジで言ってる意味がわかんないんだけど。ちょ、これを翻訳してくんだよ、俺に。これ何？
小学2年生の頃にテレビに見たドラゴンボールフリーザの最終形態のツルツルの〇〇を見て、他にもケロロ軍曹の〇〇にも、ちょっと特殊すぎてわかんないし、その特殊なところをなんでこのマシュマロは拾うの？これもやばいわ。劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーション、七夜の願い星、ジラーチでした。だけだからこれ、ジラーチのなんかじゃないんでしょ。ジラーチに？やばすぎるだろ。やばすぎるだろ。まあ面白い。まあ皆さんのちょっと、こんなのもありましたを投稿してください。待ってます。なんで人外多いのこれ。まあ今回のテーマといたしまして、性の目覚めエピソードっていうことだったんですけど、まあたくさんの方からメッセージをいただきまして、その中から俺が、まあこれおもろいなと思ったのを選抜したので、それを発表していけたらなと思っております。皆さん、ご応募の方ありがとうございました。ゆるいやつから、かなりコアな長文まで読ませていただきました。まあ、ごめん、まずは、キモいやつじゃなくて、面白いやつから。あるよね、そういうのねっていうやつからどんどん行こうと思います。はい。まず1個目、これ、劇場版ポケットモンスター、アドバンスジェネレーション、七夜の願い星、ジラーチでした。ということで。ジェーチでしたしか言ってないんで、ジラーチなんでしょう、これは。ジラーチに性的な、その感情を抱いてしまいましたっていうね。はい、その次、じゃん。祈りリードを間違って強めに引っ張った時の苦しそうな顔を見た時。この時でしょ。芝居のこの、その時、はぁ、これがせ、最悪すぎだろ。はい、次。イケメン保育士の鎖骨が好きでした。抱っこしてもらう時にいつも座ってた。先生、抱っこして、抱っこして、抱っこして、イエーイ早すぎるだろ、お前。保育士、保育園にいる時に開花するな。どんどん行きましょう。はい。物心ついた頃にはすでに、裕次郎かな。生まれた時にはすでに、乳歯が一本。これは多かったんだよね、単純に。はい。中学1年生の時に、キスシス。これはね、多かった、単純に。キスシスで目覚めたやつ。これわかるんだよね。双子のね、姉妹の話なんだけど、ちょっとツンとした女の子と、ちょっと優しめのビジュアルの双子みたいな女の子二人の漫画なんだけど、直接的なエロい描写とかはないんだけど、シチュエーションがエロいんだよね。ディープキスがエロい。あ、そんな漫画だっけ？あれ、俺のイメージ違うな。あれ、そんなんだっけ？はい、次。はい。氷風呂に入ってるヒカキン。めちゃめちゃおもろい。一応、ちょっと復習しておきますよ。今回のお題は、性の目覚めエピソードだからね。世界初の人種だろ。小学生の頃、恋愛の感じは一切ないながらに、めっちゃ仲良かった気の強い女友達に弱みを握られて、土下座&何々様へ呼びさせられてたおかげで、どうしようもないド M になりました。これはね、俺もちょっとわかるんだよね。俺も気の強いね、女友達がいて、小学生の時に。で、俺が小学生の時って、犬夜叉の全盛期でさ、その女の子が、お座りって言うと、でーんってやるわけよ。くそー、お座りなんて言うんじゃねー、お座りって俺もやってた。俺もやってました。俺が M かどうかわかんないけど、わかります。はい、次。エヴァンゲリオンのミサトさんが、シンジ君にエレベーターの前でキスするシーンです。なるほどね、と思った、これは。この続きは、今度しましょう、みたいなやつでしょ。このシーンはあるかもな。いや、でもお前何歳だよ。お前何歳リスナーだよ。まだまだあります。で、これがね、もう前回もうほんとおもろくて。配信中にこのね、お台箱を募集したんだけど、すかさず来た、二通目ぐらいに来たメッセージだったんだけど、めちゃめちゃおもろくて。これもうすでに優勝候補。小学2年生の頃にテレビ見てたドラゴンボールフリーザの最終形態だった。ツルツルの、これのちょっと、これ、これわかる？
俺はちょっとわかるんだよね。際どいライン言ってるよね。わかんない？ミュウツーとか見たらわかると思う。ちょっと待ってね。ミュウツーの画像持ってくるわ。ミュウツーの。まあ、こういうことなんだ。こういうこと。これはマジひどい。なんかなんていうの、ツルンっていう、その、これわかる人にはわかるっていう話でした。次。公園のグラウンドの隅に落ちてた週刊誌ね。雨で濡れたぐっちゃぐちゃな色本ね。俺もこれは記憶にあるわ。誰でも通る道ですね。これはちょっと可愛いなと思って。小学生の時、バカ殿を見ていて、なぜか下がキュンキュンする感覚がしていて、トイレに駆け込むも、大して出ないので、どうしてバカ殿の時だけトイレが近いんだろうと不思議に思っていました。高校生で初恋がかない彼といざ、そういう雰囲気になった時、当時の謎がようやく解けました。これ可愛い、すごい。女性からのお便りもね、非常に多かった、ぶっちゃけ。でも、女性っていうのはやっぱり普段からちょっとえぐい話をすると思うんだよ。女性同士で。だからお便りの内容も大体えぐくて、ちょっと採用しにくいんだよね。ちょっとね、女性のお便りはね、生々しいのが多い。かなりマイルドだったんで、今回女性の中からこれは採用させていただきました。ああ、これはもうすごくね、エッチなシチュエーション。小学生の頃、クラスでコソコソ話が流行って、好きな子の体が密着した状態で、耳元で囁かれた時、今では ASMR が手放せなくなったと。これはエロいね。このシチュエーションマジエロいね。最高マジで。それは開花しますわっていうね。これも女性からのお便り。大学3年生女です。小2の時、2つ上の兄と同じ子供部屋で生活していました。ある時、部屋に入ろうと扉を開けると、兄が PC を見ていたウィンドウを急いで消し始めました。何を見ていたのか気になって問い詰めると、見ていたものを見せてくれました。ニューハーフが電話で自家発電する動画したと。お兄ちゃんが先を行き過ぎてるって話だね、これは。小4で、ニューハーフの電話が自家発電する動画。そういうのって研ぎ澄まされていって、どん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 深淵に引き込まれていってさ、性癖って尖っていくもんだと思ったけど、やっぱ一歩目が深い人っているんだねっていう話でした。はい、次、これこちらですね。大王デメマダラです。ガチです。これ調べてみました。ちょっと冗談だと言ってほしいんだけど、これだった。化け物。いやでもね、いや、こういう人は多かったね。なんか、その、触手系のキャラクターとかだったりに、プリキュアがいじめられてるとかさ、めちゃめちゃいた。5歳ぐらいの頃、お父さんの布団の下に隠してあったエロ本をこそこそ読んだ時と。5歳は、理解ができないよね、まず。すごいよ。5歳の時にこれは、エロいものだっていう理解に及んだのがまずすごい。これ親父が悪い。いや、うちの親父もだってエロ本隠してたよ。でもなんか健全だと思うんだよね。なんか家族ができてさ、そういう性的欲求を晴らせなくなった親父っていうのは、そういうエロ本とかで晴らすっていうのは実際多かった。お父さんのエロ本がとかね。これはね、ちょっと個人的に刺さったやつなんだけど、これ俺もなんだよね。はじめまして。性の目覚めは11歳の時見た洋画です。インビジブルという映画があるんですけど、そのワンシーンで主人公の女性の乳を揉むシーンがどうにも、これね、これ俺も懐かしくて、透明人間になっちゃうっていう物語なんだけど、研究所かなんかで、当時は知識もなく、ただあのシーンを見たくて、家に誰もいない時にを見計らって繰り返し映画鑑賞をしていました。僕もしてましたよ。例のシーンを見て、むずがやくちゃな、おもむろに立ち上がった僕は、立ったままひたすら、っていうわけで、ちょっとここら辺はエグいんで、はい。割れたガラスはどうしようもなく、親には遊んでたら転んだと言いましたが、伝えましたが、心配する方が心嬉しいと初めて思ったのもあの時が初めてでした。それ以来僕は転ばないように寝込んで過ごすんで。PS がまあこれがおもろい。これがおもろい。これ単純、これ単純になんか深夜に見てて、つぼっちゃった。あ、電動油味。これいいよ、これか。これシンプルでいい。電動油味。これは、すごかったのよ。エロ漫画っていうか、なんかね、尊い漫画なのかなと思ってしまった。
私が小学生の時、5つ上のお兄ちゃんと仲が良くとお泊まりに行ったことがありました。ゲームなどを一緒に遊んだ後に、お兄ちゃんのお母さんがお風呂に一緒に入ってきなさいというので入ることに、特に恥ずかしいという感じもなかった私はすっぽんぽいになってお風呂に入りました。お兄ちゃんも脱いで入ってくると、お兄ちゃんには何かついてませんでした。お兄ちゃんはお姉ちゃんでした。私はこの時ドキドキを体感して、2時になった今でもお姉ちゃんに恋をしています。2週間ほど前に5年ほど付き合っている彼女がいると振られました。長い初恋が終わりました。次は男にします。長々とすいません。もう意味がわからんくて脳が破壊されかけた本当に。まずここの一落ちをね、お兄ちゃんはお姉ちゃんでした。2週間ほど前に5年ほど付き合ってる彼女がいると振られました。長い初恋が終わりました。すごくない？この物語に実は男はいない可能性があったっていう尊さね。小学生の頃、父親からプレゼントの機関車トーマスのスケジュール帳で、トーマスが雪に埋もれているイラストにとても性的興奮を覚え、それ以来大きな機械などが身動きが取れなくなる瞬間がすごく好きでした。でも身動き取れない系のお便りたくさんあったんですけれども、まあその中でもちょっと異彩を放ってるというか、ちょっと別格だなっていうこのことを感じたんで、今回採用させていただきました。スタミさん、はじめまして。性の目覚めを明確な時期は覚えてないですが、保育園の時にスカートめくりにはまりすぎた結果、僕に、スカートをめくられるのが嫌だという理由で保育園にスカートを履いてくる女子が根絶しました。許してください。文化を一つ終わらした男、とんでもねえ猿がいたもんだな。これはそのシチュエーション見て、なんかもしかしたら俺とも覚えるかな、かもなと思ったお便り。アニメお願いマイメロディー第11話で、主人公の女の子の、父親とマイメロが二人きりになるのですが、父親はマイメロのことを知りません。なのでマイメロのことをスポンジだと勘違いして、お風呂で体を洗うのに使ってしまうわけです。このシーン、普通の方はマイメロはかわいそうだと思うかもしれません。当時幼かった私は、可愛い声をする生物を体にすれつけてるという行為に興奮を覚えてしまい、何度もこのシーンを繰り返し見てしまいました。あ、これはね、これはわかる、これありそうね。はい、まあこんな感じですかね。一度えぐみがちょっと抜けてるというか、ちゃんと面白いレベルに留めてくれたお便りはこんな感じですかね。次のお題か。まあ、霜から一回離れてもいいね、単純に。誰にも言えない秘密。なんか、それなんかポップなの混ざりそうだな。いい塩梅そう。明るいのも暗いのも来そうだね。ベタではあるけど、誰にも言えない秘密。いいじゃん。それにしよう。次のお題です。次のお題。よかったんじゃないでしょうか。おもろかったな、めっちゃ。めちゃめちゃ面白かったな。